2023年4月24日、ウクライナ南部のクリミア半島の南西部にある、セバストポリ軍港に停泊しているロシア海軍の黒海艦隊艦艇に対して、ウクライナ軍の自爆攻撃型水上ドローンによる攻撃があったね。ロシア軍はそれらを撃退し、基地及び艦艇へ被害や死傷者などは出ていないとしてロシア国防省が発表したな。相変わらず大活躍のドローンだね。ウクライナとロシアの戦いによって、攻撃型ドローンの評価はうなぎ登りだと思うよ。さて今回は、ロシア軍がクリミア半島のセバストポリ軍港への水上ドローン攻撃を撃退したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア国防省の発表によると、4月24日午前3時30分現地時間頃、ウクライナ軍が発進させたとみられる自爆攻撃型水上ドローン3隻がセバストポリ軍港に侵入し、停泊中の黒海艦隊の基地を攻撃しようとしたとしていて、ロシア軍が3隻とも破壊したため被害は出ていないとされているんだ。また、ロシアのインタファクス通信が伝えるところによると、セバストポリ港からの旅客フェリー便の運航が停止しているとされていて、同市の交通当局は運航停止の理由を明らかにしていないものの、今回の水上ドローンによる攻撃のためであろうと見られているね。ロシア国防省からの発表の前にも、ロシア側から任命されているセバストポリ連邦市のラズボザエフ知事が、ロシア海軍の黒海艦隊が、セバストポリ港に対してウクライナ軍が実施したドローン攻撃を撃退したと SNS に投稿して明らかにしていたよ。ラズボザエフ知事の投稿では最も新しい情報として、セバストポリ軍港に対してウクライナ軍の水上ドローンによる攻撃があり、そのうちの1隻は迎撃によって破壊され、もう1隻は自爆したとされたとした上で、セバストポリ市内は現在、特に混乱は発生しておらず静かな状況であるとして、被害なども報告されていないとしているみたい。セバストポリはソビエト連邦時代に、クリミア戦争及び第二次世界大戦における攻防戦で奮闘したことから英雄都市との称号が与えられており、ウクライナがソ連に属していた時代には、ウクライナソビエト社会主義共和国内のクリミア州の一部としてではなく、キーウ1954年以前はモスクワ直轄の閉鎖都市として、外国人の立ち入りを固く規制されていたな。ソ連時代はソ連海軍黒海艦隊の基地であったが、1991年にソ連が崩壊した後はロシア連邦海軍基地とウクライナ海軍司令部の両方が設置されていたぜ。その後、1997年にロシア・ウクライナ間で協定が締結され、ロシア海軍が2017年まで咀嚼することとなり、さらに2010年にはロシア海軍が2042年駐留することを認める協定が締結されたんだけど、これには当時のウクライナの経済状況が悪化していたためにロシアから購入していた天然ガスの代金が払えず、未納となっていたことが根底にあり、年間9800万ドル約134億円とされていたガス代金を、ロシア海軍がセバストポリ軍港を使用するための咀嚼料として相殺する形にしたためだね。しかし、クリミア半島ではロシアとウクライナの関係性が悪化するとともに、新ロシア派住民からセバストポリをロシア領土として編入することを求める運動がしばしば発生していて、両国対立の火種となっていたな。2010年に成立した新ロシア派のビクトル・ヤヌコービチ大統領の政権下では、表面上の対立は沈静化していたんだけど、2014年2月にヤヌコービチ政権が首都キーウを中心に拡大した市民運動によって勃発した。2014年ウクライナ騒乱マイダン革命によって倒れ、その後に親欧米派の暫定政権が樹立されたため反発する新ロシア派住民との間で衝突が発生したことを受けたロシアは、軍事介入を実施してウクライナがクリミア半島の自治を承認していた。クリミア自治共和国最高会議議会を制圧した上で、クリミア自治共和国をクリミア共和国に移行するとの宣言が採択されたと発表したよ。そして、新欧米派の暫定政権支持を表明していたクリミア自治共和国の、アナトリー・モギリョフ閣僚会議議長首相総統は解任され、クリミア自治共和国最高会議においては、
小さな野党であった親ロシア派のロシアの統一党党首のセルゲイ・ヤクショウノフが首相に指名されたことが発表されたんだ。クリミア共和国議会とセバストポリ市議会は、ロシア軍の占領下においてクリミアをロシア領として編入することの是非を党住民投票を2014年3月16日に実施することを決定した上で、11日には住民投票で編入が賛成多数を得た場合には、ウクライナから独立するとの決議を採択したが、ウクライナ側は憲法違反であるとして住民投票の中止を要求し、実施されたとしてもその結果には従わないことを表明しているぜ。しかし3月16日に予定通り投票は実施され、編入への賛成票が全体の9割を超えたとして、クリミア自治共和国とセバストポリ市議会は共に主権を宣言した上で3月18日にロシア連邦への編入条約を締結した。セバストポリはロシア連邦の連邦市という位置づけとなり、市政のトップは市長から知事へと変更されたらしいな。ただし、ウクライナをはじめとする西側諸国など多数の国はこの住民投票を認めていないみたいだね。だからこそ国際社会においては、現在もセバストポリがウクライナの特別市であるとして認識されているな。今回のこの攻撃に関してウクライナ側は沈黙を守り関連する情報は発信されておらず真偽のほどは定かではないんだけど、この際の攻撃の様子を陸上や海上から撮影したとされている複数の動画が SNS 上に公開されていて、夜間の港湾と見られる場所で大きな爆発が発生しているのが映されており、ウクライナ軍による水上ドローン攻撃の証拠とされているよ。ウクライナ軍が開発して運用されていると見られる水上ドローンは、日本の協定で使用されるボートのような形状をしている高速ボート型のもので、以前にセバストポリ近郊の海岸に漂着しているのを発見したロシア軍が回収したことが報道されていたね。この水上ドローンには衛星通信用のスターリンクアンテナと見られるアンテナが装備されていて、船体の中央部分には潜望鏡のような形状をしたカメラが設置されているんだ。また、船首には爆薬を積載可能なスペースがあり、偵察にも自爆攻撃にもいずれにも運用可能と見られ、さらに通信の中継なども可能な非常に汎用性の高いマルチタイプの水上ドローンと見られ、搭載されているエンジン性能からするとその最高速度は時速にすれば 110km に達する可能性があると推定されているな。ウクライナ軍の自爆攻撃型水上ドローンによる攻撃は2022年10月29日にも実施されていて、これは水上ドローン7隻と飛行ドローン8機による大規模な攻撃によるもので、ウクライナ軍によって水上ドローンから撮影された動画が公開されているよ。ウクライナ軍が公開したこの動画は、ウクライナ軍によって撃沈されたスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワに代わって黒海艦隊旗艦となった、フリゲート艦アドミラルマカロフに向かって突撃を敢行する水上ドローンから撮影された映像で、アドミラルマカロフの艦上や上空のヘリコプターなどからの弾幕をかいくぐり、高速で突撃して行く様子が撮影されていたんだ。ロシア側ではこの攻撃についてドローンによる攻撃を受けたが被害がないとしていたが、その後この攻撃に関連するものとして、セバストポリ軍港から大規模な黒煙が上がっている様子が撮影された動画が SNS 上に出回っていることや、ウクライナ政府高官がアメリカのニューヨークタイムズ紙の取材に対してロシア軍の掃海艇などに深刻な被害を与えたと述べ、攻撃を受けた艦艇はおそらく修理不可能な状況であろうと語っているなどしていることから、ロシア軍には何らかの被害が生じたものとみられているな。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア海軍黒海艦隊の動きを封じるためにはこの自爆攻撃型水上ドローンが100隻以上必要となると発言しており、1隻25万ドル約3750万円とされる高価な水上ドローン製造のために、ウクライナ政府は国際社会にクラウドファンディングを呼びかけるなどして資金集めを実施しているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。